ビルヘルム・ビットリヒ、ビルヘルム・ビットリヒ、1894年2月26日1979年4月19日は、ドイツの軍人。ドイツの政党国家社会主義ドイツ労働者等の武装組織武装親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将及び武装親衛隊大将。アルンヘムの戦いの勝利で戦士に名を残す。愛称はビリー。 1894年2月26日、ドイツ帝国両方プロイセン王国に属する、ハルツ山地、ベルニゲローデに生まれる。父は、大衣装、フーゴビットリヒ、ユーゴビットリッチ。母はその妻ルイーゼヘレーネ・アウグステ、ルイーザ、ヘレーネ・オーギュスト、旧姓坊で、小学校、フォルクス・シューレと中学校、ミタルストシュルを出た後、 大陸の教官になるためのトレーニングを受けていたが、その最中の1914年7月28日に、第一次世界大戦が勃発した。急遽トレーニングを中断して7月30日に、ナウムブルクに基地を構えていたの両兵大隊に、志願兵として入隊した。その後、第77不評連隊に配属され、1914年12月には、 カルパチアの戦闘で負傷した。ボセウス、ボシでの戦闘において突撃隊、ストストラップの作戦に参加し、その際の功績で1915年10月15日に、予備役将尉ロイトネント DR に昇進した。1916年に飛行部隊へ移籍し、トレーニングを受けた後、第27野戦飛行隊、フェルドフリージャーイテイラン27野 A266、飛行隊、 フリージャーイテイラン A266 や第37飛行中隊、ジャグザタファル37などに属してパイロットとして出撃した。1917年から1918年5月までエルンストウデットが指揮する第37飛行中隊、ジャグザタファル37に所属した。しかし任務中に負傷し、1918年5月に軍から免疫された。 対戦中に一級鉄十字章や戦勝章黒章を受賞した。戦後、フライコールのホンヒルゼンやエアハルト海兵旅団に参加した。1922年12月29日、ベルリンで女優ケイテ・ブルーメ、ケイト・ブルームと結婚したが、二人の間に子供はできなかった。1923年1月1日にバイマル共和国軍に入隊した。 ドイツのパイロット育成の教官として採用されたもののベルサイユ条約によりドイツは空軍を保有することを禁止されていたためミュンヘン近郊のスポーツ飛行機学校の教官という形でいつパイロットたちの育成に当たっているまた1925年にはソ連に派遣されてそこでドイツパイロットの航空訓練を行っている1930年から1932年に かけては、軍の民間人従業員の立場になり、ベルリンのドイツ商業パイロット学校の教官として、飛行訓練に当たった。1932年には、国家社会主義ドイツ労働者党幹部、ヨーゼフ・ゲッペルスが発行していた、国家社会主義新聞、デアン・アングリフの構成係として雇われている。1932年7月1日に、 ナチス親鋭隊 SS に入隊している、隊員番号39,177。同年12月1日に、ナチ党に入党した、党員番号829,700。親鋭隊入隊と共に、親鋭隊、東飛行中隊 SS フリーガーシタファルオスティに配属され、1932年10月から1933年8月に、 かけては、その指揮官に任じられていた。その後、第十二親衛隊地区の共感将校となり、さらにその後、第七十四 s s 連隊の指揮官となった。1935年4月1日、親衛隊単位の時に、一般親衛隊から親衛隊特務部隊、武装親衛隊の前進へ移籍し、1936年10月まで、親衛隊特務部隊、第二連隊、 ゲルマニア第1大隊、アイスターンバン第2中隊、E、シュトリムの中隊長を務めた。1936年10月から1938年3月に、かけて、第第1連隊、ドイッチュラント第2大隊長を務めた。この間の1937年12月1日には、生命の泉協会のメンバーとなっている。1938年3月、オーストリア併合後、 特務部隊の3番目の連隊、デアフューラーが創設されると3月から4月間の短期間だが、デアフューラーの連隊長に任じられた。その後が、デアフューラーの連隊長と決まるとビットリヒは、連隊長を降りて、同連隊の第一中隊中隊長となる。1939年5月30日に、ライプシュタンダーテアドルフヒトラーへ移動となり、 指揮官のヨーゼフ・ディートリヒの幕僚長となった。この地位のまま、1939年9月のポーランド侵攻を迎えることになる。海戦までに新英隊大佐に昇進していた。ライプシュタンダーテ・アドルフ・ヒトラーの所属で対ポーランド戦争を戦った。1940年2月にベルリンの新英隊本部へ呼び戻され、第 3SS 装甲師団。 ドクロの編成に携わった。対フランス戦争には、ドクロ師団に所属して従軍した。1941年6月から始まる、バルバロッサ作戦には、第 2SS 装甲師団、ダスライヒ所属の、ドイッチュラント連隊連隊長として参加した。1941年10月から同年12月に、かけては負傷した、パウルハウサーに代わって、ダスライヒ師団の師団長となった。 ミットリッシ化のダスライヒは、モスクワ攻略作戦、台風運作戦に参加し、モスクワまで、数マイルまで迫った。この作戦の先行で、騎士鉄十字章を受章している。1942年8月から1943年2月まで、第 8SS 機兵士団、フロリアン・ガイエルの師団長となり、ルジェフやオリオール地区での防御戦に参加した。 1943年2月から1944年6月にかけて第 9SS 装甲師団、ホーエンシュタウフェンの師団長として、タルノポリへの反撃作戦などに参加し、ストリパ川地区で激戦を指揮した。1944年6月から再び、ハウサーの後任として、第 2SS 装甲軍団、第 9SS 装甲師団と、第 10SS 装甲師団の軍団長となり、 上陸してきた連合軍を迎え撃った。8月、カーンにおいてアメリカ軍に包囲されかけたが突破に成功している。この件はビットリヒの評価を高めた。この戦考で白洋付き地鉄十字章を受章した。ドイツ軍がオランダへ交代した後、9月17日にイギリス軍がマーケットガーデン作戦を開始。英軍はビットリヒの第 s s 軍団が陣を 構えていたアーネムへ降下してきたが、イギリス軍の作戦の粗雑さもあってビットリヒは撃退に成功した。これが西部戦線におけるドイツ軍の最後の勝利であった。この後、ヨーゼフ・リートリヒの指揮下で引き続き、第 2SS 装甲軍団を指揮し、ラ・ロッシュイコール・シュリイコールヨン北方のグランドメニルまで進撃した。1945年3月からは、 ビットリーヒの第二 s s 装甲軍団はハンガリーに転戦した。春の目覚め作戦に参加し、ソ連軍と激闘した。1945年4月からはウィーン防衛の葬式を取った。5月に騎士鉄十字証券賞を受賞した。1945年5月8日、アメリカ軍によって逮捕された。身柄はアメリカ合衆国政府からフランス政府に引き渡され、 17名のレジスタンス、処刑命令を出した角で、フランスの軍事裁判にかけられ、1953年6月に5年の実刑判決を受けた。また別の国家犯罪でも法廷にかけられたが、こちらは無罪となった。1954年に釈放された。1972年には、パウルハウサーの後を継いで、キューブ総新鋭隊員相互扶助協会の名誉議長に、 就任し、死去まで勤めた。1979年に、バイエルン州で死去した。映画、遠すぎた橋では、マクシミリアン・シエルがビットリヒを演じた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。